写真拡大。第101回全国高校野球選手権大会の第6日は11日、甲子園球場で2回戦が行われ、作新学院、栃木が今春の選抜で八強入りした筑陽学園、福岡との延長戦を5対3で制し、3回戦進出を決めた。3-3の延長10回に1番福田誠と夢、学ぶ外野手、3年が、左前打で出塁。すかさずヒートを、続けて3投を決め、一死3塁とし、3番中島義明内野手、3年の中前打で勝ち越しのホームを踏んだ。盗塁は何としてでもという気持ちだった。第一関門を突破できて嬉しいです。接戦を制したナインに小針監督は、選手に勝たせてもらった。足を絡めた理想の攻撃ができたと目尻をする。